音楽。ニューヨークポストのジオンヘイマン記者が MLB フリーエージェントトップ40ランキングの記事を公開。その中で1位1位にランクインしていたのが、菊池雄星。トロントで不調なスタートを切ったものの、後半戦ではヒューストンで素晴らしい活躍を見せ、非常に高い関心を集めている。アストロズも引き止めを試みているが、 球団に移籍するる。可能性が好意と見られている契約予想は4年680ドル、約104億円。アストロズは菊池に最もマッチする玉団であり、ワールドチャンピオンを目指す可能性があるため、た玉団への移籍は欲しいと感じるファンも多い。今年の菊池は本当に良かった。三振を取った時の冷静な歩き方も印象的だった。 契約金以上に自分に合ったチームであるアストロズで今後も活躍してほしいと願う声も多い。少なくともドジャースだけはやめてほしいという意見も、菊池が2年連続で規定投球回をクリアしたことも評価されており、今の彼なら高額契約も妥当だという意見もある。アメリカは本当に夢の国だと言われるように、ここでの成功は、 彼の努力の証でもある。菊池のような投手がどんどん MLB で活躍し、さらに市場価値を高めてほしいという期待も高まっている。年齢が予想も上に高いと驚かれることもあるが、今の菊池なら30億円級の契約も納得のいくものだろう。ドジャースも欲しがるだろうが、彼がアストロズで、その潜在能力をさらに発揮し続けることをファンは、 期待している。